有馬街道は、大阪や神戸から、有馬温泉に至る街道の名称である。現在では、兵庫県道15号神戸三田線の別称として、使用される。有馬道とも言われる。有馬街道平野交差点付近、有馬街道、有馬道と呼ばれた道は、歴史的に以下の4つのルートがあった。神崎伊丹小浜生瀬有馬温泉。深江大宇が、峠本城橋一軒。 茶屋付近有馬温泉。住吉住吉道本庄橋から、魚屋道一軒、茶屋付近有馬温泉。平野天皇谷山田から三道道場を見た。現在、有馬街道といえば4のルートで、国道28号と国道428号が分岐する神戸市中央区の有馬道交差点から、国道176号と交流する神戸市北区の草壁交差点までの区間を指すのが、 一般的である。地図によっては、有馬口交差点を右折して、有馬温泉を通り、1のルートである旧湯山街道の兵庫県道51号、宝塚からびつ線が国道176号と交流する西宮市の大た橋交差点までを、有馬街道としているものもある。また、1、や2、や3の街道沿いであった地域では、現在でも一部を、 アリマ街道もしくはアリマ道と呼んでいる場合もある。2.3のルートは現在種としてハイキングコースとなっている。セオカッパの小説、少年 H の作中で主人公が興奮していた道はアリマ街道である。ありがとうございます。